君の花を、みんなのブーケを、武道館のステージに飾るその日まで、僕たちは目指し走り続け、届け続ける。みんなに歌の魔法を、僕たちにみんなのブーケを、ブルーミングマジック。この物語はいつものブルーミングマジックとは別の世界線のお話。あなたが目に見えているものが真実とは限らない。僕たちの姿が本物なのか偽物なのか、新しい世界の音をあなたに届けよう。僕たちの新しい物語を、ブルマジパロディ。俺、元の世界に帰りたくて。ほう、望んでここに来たわけではないと。うさ耳のヤマトさんを追っかけてたらここに落ちてきちゃって。なるほど、落ちたということは空からでしょうか。多分。では空から戻ればいいのですよ。はい、でもどうやって。ほら飲んで。え、これ何。帰りたいのでしょ。そうだけど。なら私の言うことを聞いて、体を委ねて。ちょっ、そう、飲んで。なんだ、体が熱く。なんだよこれ。どうなってんだよ。ああ、笑った笑った。おい、ふざけんなよ。これどうすんだよ。よかったな、それで空に手が届くんじゃねえの。え、そういうこと。そっか、なるほど。よいしょ。あれ。ああ、お前騙したな、詐欺師、人手なし。うるせえな。そこら辺のクッキーでも食えば元に戻るだろう。クッキー。ああ、これか。お前よくも騙しやがったな。苦しいです。なんだ、さっきと全然雰囲気違う。元の世界に戻る方法、私には分かりませんが、力になりたかったのです。え、ありがとう。いえ、あなたはなぜ元の世界に帰りたいのですか。そりゃこんな変なとこいられないっつうか。何かおかしいでしょうか。おかしいって、変な花とかあるし、猫は宙に浮いてるし、歌も歌えねえし。歌？歌を歌ったらいけないって言われたんだよ。ちょっと口ずさんだだけで花に襲われるし、どうなってんだよ。歌うのがダメというのは変ですね。ん？やっぱり変だよな。ええ、私も以前から違和感を感じてました。レオは歌、好きか？はい、好きですよ。俺も俺も、だから歌えないってのが窮屈でさ。では歌ってみてはいかがでしょう。え？でも歌ったらさっきみたいに罰があるんじゃねえの。ここは大丈夫ですよ。それに歌を歌っちゃいけないなんておかしな話ですから。そっか、そうだよな。歌いたい時に歌えないのは悲しいでしょ。うん、俺歌いたいもん。私もあなたの歌声が聞きたいです。さぞかし素敵な歌声なんでしょうね。そうでもねえけど。聞かせてくれませんか。じゃあ少しだけ。お茶はいかが、お茶はいかが、楽しく飲めば世界も踊る。お茶はいかが、さあお茶をどうぞ、あーなんて変なフレーバー。何？なんだよこれ。ざまお前また騙したのか。感謝しろよ、それで王様んとこまで行けるんだからな。はあ？せいぜい頑張るんだな、この衛星王子。なんだここ、俺
どうなっちまうんだよ。ただいまよりハートの王様の法律第114条、いかなる歌も歌ってはならないに違反した罪としてこの者の裁判を始める。うさ耳王様のご到着です。あれが王様？あなたが違反者ですね。はい。女の子かと思った。すげえ。なんか全然イメージちげえ。ハートの王の法律は絶対です。残念ですがあなたには処罰を受けていただきます。ちょっと待てって。この法律おかしくねえか？お前王様に何を？歌を歌っちゃいけないなんておかしいじゃん。歌なんていらない。王様は歌嫌いなのか？僕は、俺ここの世界の奴らと少しだけ話したけど、みんな歌が好きって言ってたぜ。先代、ハートの女王も歌が好きな人でした。昔この国は音楽であふれる国でした。友達も家族も毎日歌を歌っていて、でもいつしか誰がうまいかどうかの争いが起きてしまったんです。争い？この国で誰が一番かを決める大会が開催されたりして、仲間同士での足の引っ張り合いが起きたり、国中で争いが絶えませんでした。その結果みんな歌を諦めるようになった。女王、僕の姉も家族も歌わなくなりました。みんな悲しい顔をしていたんです。そんなことになるくらいならない方がいい。王様、みんなが悲しむのが嫌だったんだね。優しいね。ああ。そんなことねえよ。歌ってみんなで楽しむもんだろ。俺さ、歌でみんなを笑顔にしたいんだ。そんなのできるわけない。できるって。つーかする。やってやる。おい、いい加減に。あんた、ヤマトさん、ヤマトさんも歌が好きって言ってたじゃないっすか。俺は。そうなんですか。違う、ハル。いや、王様、決してそのようなことは。ハル？なあ、ハル。はい。みんな歌が好きならみんなで歌おうぜ。でも歌ったらまたみんなが不幸になる。お話をしよう。昔話よりもっともっと素敵なおとぎ話。ありきたりのものじゃつまらない。それを知ったやつはみんな行かれちまうのさ。頭の中はごちゃごちゃでも透明なのも悪くない。お前らどう？不幸になったか？ハル、俺はお前の歌声が好きだった。ずっと聴いていたいと思っていたんだ。昔のように歌が大好きで、楽しそうに歌う姿を見たい。ヤマトさん、お前が王になってから支えてやりたいと思ってずっとそばにいたが、俺のやり方は間違っていたようだな。そんな、ヤマトさんがいたから僕はここに立ってられてます。ハル、俺も歌いたい。ハルと一緒に歌いたいんだ。ヤマトさん、僕も歌いたい。ああ、歌好きです。
歌が大好きだって気持ちを届けたい、届けたいです。ああ、みんなに届けよう、俺たちの思いを。俺も俺も歌いて、みんなで歌ってこの国笑顔にしちゃおうぜ。ちょっと待って、これはみんなで奏でるミュージック。へんてこでもまとまらなくても、大慌てな時でもハッピーを感じてるのさ。十人十色だけど重なればハーモニーになる。理由は単純さ、だって We love music。 わあ、お前は無罪放免だ。ありがとうございます。あなたのおかげで大切なことを思い出しました。よかった。お名前は？そういえば聞いてなかったな。俺アユム、これからもよろしくな。へえ、やるじゃんアユム。使えねえ人間だと思っていたが役に立つもんだな。珍しいね、レオ君が気に入るの。別に。ああ、お前ら、ヤッホー。ヤッホーじゃねえよ、この嘘つきコンビ。ひどい。何のことでしょう。はあ。こうして俺たちは不思議の国で出会い、音楽隊として活動することになりましたとさ。これで今回のブルマジパロディは終わり。めでたしめでたし。